よっしゃー来たぞ。ザ・キリング・アンチ・レイのゲーム。これは中華製 RE2 のようなゲームやねん。でも、RE2 をやったことないうちからしたら、実質こっちの方が RE2 というか、とにかくこれは良いゲームなんですよ。お値段は3400円と、中華製ゾンビゲーとしてはお高い部類ですが、勝って損はしないでしょう。うちはこれが、たとえ3401円でも、3410円でも買うで。おケチ。おケチチいらっしゃい。帰ります。待って、おケチチ、これ見て。帰るぞ。あ、うちのチャンネル名だ。すごいじゃん。今回は急ぎで動画を作ってるので、ゲームを少し触っただけの内容になります。つまり、お触り動画です。なんだかやらしい。はい。というわけで早速やっていきましょう。まずは設定から。なんと、製品版では日本語に対応してくれました。そんなことより裸のゾンビが気になりすぎるよ。すっぽんぽんモードはデモ版の時からありました。もちろん動画にはできません。こちらがストーリーモード。オフィスと研究所、その下に追加されたモードがあるな。工事中みたいなマークがあるから、ここはまだ未知そうかな。ストーリーモードは約5時間ほどのボリュームがあるらしい。いっぱい遊べる。チャレンジモード、射撃訓練場みたいなのが追加されてるわ。ふんふん。この辺りはデモ版にもあったんよな。なんやこれ。このシーンは開発中であり、後続のゲームバージョンでリリースされる予定です。こちらも未実装でした。ひとまずオフィスへ行きましょう。ロード画面が変わってる。オフィスはゾンビ出てくる？オフィスは完全セーフゾーンです。デフォルトジョディさん、こんな感じだったっけ？ジョディさん、ジュディのオフィスって書いてたけど。マジで？うちデモ版では、ずっとジョディさんって呼んでた。これってジョディって読まへんの？製品版で主人公が変更されたのかな？多分そう、そういうことや。こんなところに扉ができてるやん。もちろん入れるよな。あ、外の景色は変わってないんやな。はい。おお。おトイレやな。ここの鏡は。なるほど。見た目の変更ができると。あれ？髪型が。一つだけ？他は何種類か項目あるのに。髪の毛は未実装なの？あれってことか。リップはこんな感じで。入れ墨なんかもあるんだ。これ多分映ってる部位に入れ墨が反映されてるってことなんやろうな。ま、今はノー入れ墨で。ネイルもある。おーっと、そこはネイルじゃないぞ。危険なカメラワークだね。すっぽんぽんだったら一発アウトやった。そりゃそうだよ。ここの大きな鏡で。わかった。お着替えができるんだね。の、はずなんやけど。できへん。もう全部未実装ですか？デモ版に帰ろうか。服はいっぱいあるんやけど、もしかしたらデモ版からは引き継ぎできへんのかも。じゃあ、どんどんステージクリアして集めていく感じ？かもしれん。まあどの道やり込む予定やったから大丈夫。チェストだ。ああ、やっぱり。集めた弾薬とかも全部没収されてる。よし、アイテム収集の旅に出かけよう。まずは訓練場で腕鳴らし。ここまでノーゾンビ。ここからもノーゾンビやったりしてな。あ、新武器や。リュックはいっぱいになりました。なんやて？うわ、これか。重量制限が追加されてる。ちくしょう。これも新武器やのに。眺めることしかできへん。いざ、悲しみの射撃訓練。どっちかな。こっちっぽいな。おう、上にスコアが表示されるんや。ああ、見えへん。こんな小さいの、うち、見えへんねん。あかねちゃんももう年だもんね。そうそう、うちも今年で300歳に。でも、妖怪レベルに年取ってるとは思わなかった。向こうの方はどんな？できるだけ短時間で全てのターゲットを撃つ。よっしゃ、ここからが本番やな。ゾンビが出てないのに本番なのかい？おお。あ、先に言うときますが、うちは全然、エイムに自信があるどころか、目も悪いのでシューティングは上手くないです。私もエーペックスいっぱいやってるのに、全然上手くならないよ。エイム良くなりたいよね。どうやったらいいと思う？若返って、反射神経を鍛えるとか。無理だな。ああ！なんじゃこりゃ！こんなん無理。ここのステ
開してたら相当エイムが鍛えられそうだ。うちにはまだゾンビのステージは早いって言うんですか。これが最後のターゲット。まあクリアできたからよしとしようやないか。よくないよ、ゾンビ出てこなかったらこんな動画で一体誰が満足するっていうのさ。あ、チャイナドレス、これでデフォルト衣装から卒業や。チャイナドレス、どんな感じ？ねえ、どんな感じ？落ち着け。はい。うわぁ、何してんの？いや、つつけって言うからさ。なんか見たことあるな、このくだり。後で巻き巻きのおっぱい引っ張って遊ぶからな。え、それはやめてくれる？なんや、ババミの強い組み合わせや。ライダースは脱がなあかん。ほほう、素晴らしい。どや、これがこのゲームのいいところやで、巻き巻き。完全に理解しました。しゃ、そしたら、チャイナドレスでゾンビ行こか？ロード画面での衣装とパターンも変わってるやん。いいね。でも版の時の動画を見てくれてる人なら知っている。ここがゾンビをさばいてウェーブを達成していくモードです。あれ、なんか動きにくいような。エイム悪い時の言い訳かな？お、報酬。せや、日本語にしてたんやった。今までのと表記が違ってたからちょっと戸惑ったわ。いや、やっぱり動きが悪いし、マウスが滑る。いや、ほんまなんやって。私何も言ってないですよ。今日から新しいマウスに変えたとこなんよ。うん？お金や。お金は新しく実装されたんやな。こんな世界でもお金は大事なんやな。全然当たってないよ。せやねん。さすがに今のは当たらなさすぎてびっくりしたな。めっちゃ人ごとじゃん。この野郎。あ、危ない。む、わかった。これ、スプリントの仕様が変わってるわ。シフトキーを押してスプリントではなく、シフトキーでスプリントのオンオフになってるんや。だから逃げ切られへんかったんや。畜生。ゾンビめ、この件に関してはゾンビ悪くない。ほら、マウスがめっちゃ滑る。今日は全然わかんわ。自分飛んでくるなよ。おいおい、やろう。やったかと思ったわ。いろいろあったけどクリアできたね。まさかデモ版から操作面の変更があるとは思わんかった。スプリント含めもう少し設定見とかなあかんな。でっかい。てか、ここの鏡のワードローブってところに全衣装が収納されてたわ。うわぁ、いっぱいあるね。チェストの中身は消失してたけど、こっちはデモ版の時と同じ内容になってた。衣装によってはカラーの調節ができるものもあるみたい。正直今回ゾンビ少なかったけど素晴らしいゾンビゲーと呼ばせていただきます。こんなモーションも追加されたんや。てな感じで、このゲームをやり込んでいっぱい動画を作っていこうと思います。とりあえず今回はここまで。ねえねえ、ババアスクって何？あれ、翻訳大丈夫か？